土井孝二は日本の男性プロレスラー。神奈川県川崎市出身。本名及び旧、e、リングネームは土井隆史。中学時代まではサッカーに熱中し、選抜に選ばれた実績を持つ。高校卒業後、格闘家を目指してスポーツインストラクターとして勤務し、2010年12月にアニマル、浜口レスリング道場で指導を受けた後、その門下生であった田尻が主催する。 スマッシュ、トレーニングキャンプに参加する。2011年11月24日、後楽園ホールでのスマッシュ、23にて、対アキラ戦でデビューを果たす。スマッシュ、トレーニングキャンプ第1号となった。2012年4月5日、タジリ下カスマッシュ所属全選手、レフェリー、練習生と共に新団体、レスリングニュークラシック2席。2014年6月15日、 全日本プロレスに初参戦。7月1日より、田尻、明、児小玉祐介、黒潮イケメン、二郎、藤原ライオンと共に、レッスルマイナス1に移籍する。12月には黒潮を裏切り、リアルデスペラードに加入した。2016年8月11日、レッスルマイナス1横浜文化体育館大会にて、武藤刑事と熊五郎とのタッグで、 全日本プロレスの秋山ひとし野村直也青柳優馬を相手に奮闘するも、秋山の前に敗れた。土井も後に秋山とシングルをやりたい胸を明かす。8月19日、リアルデスペラードを脱退し、ニューワイルドオーダーを脱退した熊五郎と共闘。9月18日、後楽園ホール大会にて、レッスルマイナス1チャンピオンシップの元王者で、 トイのリアルデスペラードの仲間であった、日野博と対戦するも敗北した。10月9日、熊五郎とのタッグで全日本プロレスへ参戦し、サイド野村青柳組と対戦するも、両者リングアウトに終わった。2018年1月1日、自身のツイッター上にて結婚を報告。レッスルマイナス1が活動を停止したため、2020年3月31日付を、 もって、選手契約終了となった。2020年6月17日、自身のツイッター上で、リングネームを同意工事に変更したことを発表。8月30日、全日本プロレス校楽園ホール大会にて、アンファンツ・テリーバラの新メンバー、X として登場した。なお試合後のインタビューで、事業をやっていると告白。7番勝負まで行う予定であったが、 七番勝負戦を前にレッスルマイナス一へ移籍したため六戦目までのみになっている。ひまわり、ありがとうございます。